速稼塾の久保です。今回はですね、私からのメッセージは特にありません。リンクを動画概要欄に用意しておきますので、そちらからご覧ください。そしていろいろと考えてみていただきたいと思います。それでは失礼します。